皆さん、こんしましま、ニャンティースの新猫好きです。夕闇通り探検隊、今日もやっていきたいと思います。前回はかなり超展開になってしまって、くるみが倒れて、ね、ちょっと、なおくんが喧嘩しちゃったりとか、いろいろあったんですけど、どうなんだろう。表示がね、変わって、今まであのこういう、月と日にちがちゃんとついてたのに、あと49日とか、なんかタイムリミット的な感じになっちゃってんだよね。これなぁ、多分ね、25、5、6なのよね。これ分かりづらいんだよなぁ。ちょっとこうね、今何日かもちょっと表示してほしいところなんですけど、やっていきましょうか。ちゃんとゲーム的には進められるんだよね。あと49日。それ人面ガラスのね、ことね、ついつい忘れちゃうよね。確か26になるのかな。26だとなんか噂が手に入るみたい。サンゴで噂が手に入るみたいなので、やっていきましょう。ここも、おトイレ軍団ですね。計算的に合ってるよな。6月24日のデータを消してしまったら、あと何日間って書いてあるけ。ねえ。逆算できないんだよね。ねえ、坂井どうだった？坂上地蔵の占い結果。もう噂通り。右から振り向いたら見慣れた人影が立ってた。誰だった？西君。私心臓止まるかと思っちゃったよ。西君が。偶然じゃないよ。本当に二人は結ばれてる運命なんだよ。運命か。だって変な噂になったりしないかな。ちょっと覚悟してた方がいいかもね。なんて言ったら相手西くんなんだから。もうユーリの意地なる。西くんモテるんかな。やっぱり聞いてみるか。よし、結ばれる運命でどこまで本気なんだよ。冷や味に振らしたら承知しないからね。あれ？いいの？自慢したくてしょうがないって顔しているけど。ユリ男？こんなの将来の相手の話なんかしても無駄。将来の相手なんかわかるわけねえだろ。第一人類は来月滅びるんだよ。だったら平打ち。坂上地蔵で左から振り返ってみな。未来の自分と会えるかな。信じないのは勝手だけど。坂上地蔵、こしょ、なんもないか、多分。私不思議なんだけどさ、どうしてそういう話そんなに簡単に信じれるの。なんもなしか。いいバカメ地蔵、怒り地蔵みたいな感じなのかな。とりあえず進めていこう。そういえばあれだな、前回蛇の場所の噂全然なかったし、やっぱり醤油バーサの話消えてるわ。とりあえず聞いていこう。ホラー穴に大量の抜け殻ということは、やっぱりいるんだよ、森のどっかに蛇の大群が。瀬川君が言ったこと嘘じゃなかっただろ。なんか寒気がしちゃった。私帰っていい？サンゴ苦手なのかなみたいな感じ。くるみの忘れ物、あれまだな、点滅してるな。聞いとこ。
小学校に行くのはいいけど、せっかく埋めたタイムカプセル掘っちゃったらいけないよね。それはまずいね。どうする？アイフ？シーナのことだから、小学校に着いた頃には忘れているよ。あれ？何埋めてたんだっけ？みたいな感じで言うんかな。じゃあ坂上地蔵の噂も聞こう。夕暮れ時の坂上地蔵の前で目を閉じて、人の気配がしたら振り返るの。右から振り返れば将来結ばれる人に、左から振り返れば未来の自分側に会えるんだって。へえ、そうなんだ。そうなんだじゃねえよ。あるわけないだろそんなの。でも石君来たんでしょ。そんなのただの偶然と思ったけど違うね。あのインチキ霊感女が全部仕組んだに決まってるよ。ねえ、なお、2時間でいけ、その辺の話聞いていないかな。結構ないよ。やらせ的な。でもさ、その占いが本当かどうか、僕らが試してみればいいんじゃない？確かに。本気？ね、本気も本気さ。もう一回聞くぜ。坂上地蔵って駅前の階段を一番上まで行くところにあるあのお地蔵さんでしょ。私は付き合えないからねそんなの。じゃあ直くんがやるパターンなんかな。まあちょっとこれの攻略まだ見てないからね。さてじゃあまあくるみで行きましょう。さっきのあのあれだよね。今度は貯水池の方に行くみたいだから。まあちょっとね。前回まさかなかなか進めなかったのがちょっとね。まああれすごい展開だったからさ。ついつい、このまま行って、あれだね、上の方に行けばいいんやね。さて、ここで、貯水池の北の方に行くのか。よし。北に来たぞーって。左へ移動。メロス、メロス、行くんだ。しかし、ここあれだな。確か、心中事件の話でもここ来たけど。なんか時々メロスがこう止まるんだよな。これは仕様なんかな。なんかこの辺かな多分。この辺。いけたいけた。これで、左に移動して、なんだろう。あ、ヘビー！ヘビー！いる、いる。あー、これちょっと生きてる。引き殺されたんだね。あっち側に行きたいの？そっか。チビヘビあっち行きたいの。連れてってあげる。え、持つの？だ、だ、だ。あ、シーナさん、それヘビの死体だよ。うわ、おい、触っちゃったよ。バイバイ。あー。ヘビ、死体でもちょっと触れたくないな。バイバイしてきたよ。シーナ、私に触ったら殺すからね。あー、ちょっと触りづらいわな。ヘビだもん。やだ。ねえ、サンゴ。僕たちが小学生だった頃、森あんな小さかったっけ？覚えてない。
それにひどいよね、あの小宮山はさ。まあゴキブリだって逃げるわな。ゴキブリやね。そうそう、クルミ知ってる。ムシムシヘビヘビ、大変大変、お引越ししなきゃ大変。ムシムシヘビヘビ、大変にすぐ気がつくよ。けどクルミはすぐに忘れちゃうの。それで寝ちゃうの。シーナの言っていることわかる。一番鈍感なのはさ、やっぱり人類でしょ。サンゴだって人類じゃんか。まあ誰だってね。私は未来がどうなるのか知ったことじゃないもん。無責任だよ。僕は嫌だよ。嫌だ嫌だでなんとかなるんなら楽でいいよね、ナオちゃん。僕ゴミ掃除するよ、明日から。あーなんかね、解決しちゃったね。まあ不法投棄はいけないことだよってことをこのゲームで教えられたんじゃないかな。んてかこっから先はどう行くんだろう。行けないようだな。帰ろっか。いやーまあそれにしてもね、前回のねくるみの展開を見てからの、くるみ大丈夫だよな。あ、なんか一応薬を投与して置いたからまあ大丈夫ですよみたいな感じで、倒れたね日一日休めばいいよみたいな感じで言ってたけど、ほんまクミ大丈夫なんかな。なんか怖いぞ。誰か死ぬっていう伏線はもしかしたらね、まあまだ展開がわからんけあれだけど、なんとも言えんけどね。あまりちょっと前回のほんま伏線だわ。こうラストシーンの、ああそういえばなんかまあ言いたいことじゃないんだけどね、まあ、まあ僕今ねこうねチャンネルの名前もなんかニャンティスっていう名前になってるけどさ、知っている人、ニャンティスってこうねグループ名にする前はまあちゃんとねメンバーそれぞれのこう名前で活動してたんやけど、ね、新猫好きとしまたんっていうねえ、まあまああれだね、まあニャンティスでも自分が作った名前だっけさ、まあ、まあ呼ばれるのはまあしゃあないよ。まあこう初見とかさ、まあ、ちょっとね、まだ俺のことよく分かってないよっていう人。まあ、しゃあないんやけど、なんか俺のこと知ってる人でも、なんかニャンティスさんって呼ぶ人おるんよね。まあなんかさ、まあ別に悪くはないんだけど、なんかね、メンバー分かるんだったら、こうなんかメンバーで分かってほしいってなんか動いた。なんださっきの。なんだろうこれ、なんか面白い、一旦もめんかな。まあいいや、なんか知ってる人でもなんかニャンティスさんニャンティスさんって言われるけえな。こうできればなんかメンバーで呼んでほしいなっていう気持ちは俺はある。だってさ、お笑い芸人とかでもさ、大体なんかコンビ名みたいな感じで呼んでさ、なんか、ねえ、コンビ名はコンビ名で呼ぶけど、なんかこう、アンガールズの田中とかなんか、ちゃんとさ、まあ、せめてこう、ニャンティス、シン、猫好きぐらいなんか、言ってほしいな、みたいな、なんかそういう願いですね。うん。せめてね、まあ俺のほんまの願いは、ね、そうなんだけど、ねえ、なかなか、難しいね。そういう風に呼ばれるって。あ、暗。暗い。お参りしたいんだけど。めっちゃ暗いな。
お参りしよっかな。ちょっと怖いな、この状態でのお参りっつうのは。よし、じゃあまあ終わろっか。ふう、あの男らどうなるんやろね。こら待て、ドロンコ。展開は変わってなさそうだな。セサミストリートみたいな置いちゃって、あれは赤だけどね、元ネタの方はあんまりなかったな。おやすみなさい。でも霊障はなんか最近ありそうなんだよね。あ、霊障なかった。あと48日、24日から、2日経ったんかな、4、50日が25、26、27日か。27日、あ、なんかくるみで取れるっぽいな。よし、じゃあまあくるみでいきましょうね。あのジェリー&クッキーのね方から噂が取れるみたいだ。あー、ジェリーちゃん、クッキーちゃん会いに来たよ。赤の子はね、血の赤、血まみれになって死ぬの。青の子はね、反対に体の血を抜かれて真っ青。黄色の子はね、怖くておかしくなっちゃう。黄色、怖いよ。ジェリー、信号機かな。ねえ、ペツ、怖いよ。クッキーちゃんは怖がりで可愛いのね。うん、本当に本当の話なんだから。ネペツ知ってる？高架公園、高架公園かな、砂場があるところならね、くるみ遊びたいな。砂ばっかりあるところ、ペッツダメ。あそこはいけない場所、入ったら死んじゃうんだから。なんで？閉鎖すればいいんじゃない？私の妹が言ったの。あの公園、三つ子のお化けが出るんだって。やめて、聞きたくないよ。赤の子と青の子と黄色の子って言ってね、あの公園に入ると声が聞こえるの。誰かと遊ぶって。でも返事をしたらダメ。ギャルゲー的な？ダメなの？誰か一人のこと。赤の子は血の赤、血まみれ、反対に体の血を抜かれて真っ青。黄色の子は怖くておかしくなっちゃう黄色。はぁ、面白そうなのね。はぁ、怖っ。公園の三つ子の噂。ペッツ、怖くないの？面白そうなのね。言っちゃダメだよ。というのはフリだよ。ペッツもう会えなくなっちゃうんだから嫌だよ。というのはフラグなんですよ。はぁ。ペッツ、行かないでねっていうのはね、フラグなんだよね。行けたら行くわ、と。あなたのチャンネル登録しました、これからもあなたの動画見に行きますねは絶対にフラグだからね。絶対に信じないからね俺。さて、じゃあまあスキップして、次は何の噂を進めようかな。さて、まあひとまず公園の三つ子の噂を見ていこうか。三つ子のお化け、赤、黄、赤、青、黄色だ？信号機。ちょっと椎名、それ話し出たやつだね。職員室に来なさいって感じだよ。さっさとそれで来る、砂場に行きたいのね。ちっとも人の話聞いてないや。椎名さんらしくていいんじゃない？楽しそうな噂で。お
わけね。そうなのね。それで赤の子は血まみれ、青の子が血はない、黄色の子はなんだっけ。確かに楽しそうな噂だね。黄色はみかん食いすぎじゃね。そんな話だったんだ。高架下公園か。まあいいかもね。よし、確かめに行っちゃおう。うわーい、何を確かめるんだよ。なおが逆上がりできるようになったから、なったかだよ。逆上がりか。ちょっと俺もできないかも。高架下公園でしょ。学校の前の下を下っていくするすぐ。でもあそこの公園で遊んでる子供って見たことないよね。あれ、なお もしかして怖いの。ああ、あの僕行きたくないよみたいな感じでね、あの行っちゃう感じかな、なんて。どうしよっか。あの期限的には今27やろ。うん、まあくるみの忘れ物を先にやった方がいいな。よし、じゃあまあじゃあ、なおくんで行ってみようか、久々に。あの、前回の喧嘩してボコボコになっちゃったなおくん。ここで、小学、どこだ？はい、まあ、この辺かな？多分。で、行きましょう。何があるんだろうな。タイムカプセルでしょ？俺タイムカプセルは埋めてないな。こっち行けばいいんかな。くるみの家のところがちょっとあんまり来ないからな、なかなか難しい。あ、行き止まりなのね。ここを通ればどうなる？X 通り。ふう、さて。どうなるかなーと。てか、あれだな。なんてか通ろうとしたんだっけ。ひるみ平住宅街。いや、それにしてもあれだな、このゲームもなんかあれかな、さ前の付箋があったっていうことは、こうそろそろ終わるかなみたいな、そんな感じ。まあでもまだな、48日目やけ、まあもう何パートあるかなんだよね。ただでもちょっと他の実況の方も進めながら俺やってるからと思ってたら来たな。よし、まあちょっとね、遅れることもあるんだよな。ちょっと、いろんなゲーム掛け持ちしまくってると、どうもね、まあゲーム配信とか、ね、動画上げている人にとっては、わかるんだろうけどさ、なかなか、ね、難しいんだよね。毎日投稿は無理だし、ここに来るのも久しぶりだよね。タイムカプセル掘りに行く？椎名さんって何組だったっけ。あれ、うん、あれ、椎名さん小学校の時何組だったの。組3組だったの。3組って3個と同じだよね。椎名、あんた何組だったの。3組だった。私と同じじゃん。中学からこっちに転入してきたんじゃなかった？そうだよ。
あれ？じゃあ小学校で前の小学校。あれ？ん？中学校からここに来たんだよな。あれ？なんか、どうしたんだ？シーナ、本当に学校に忘れたの？本当だもん、トトロいたんだもん。でも本当にシーナさんが通っていた小学校じゃ僕らわかんないよ。うん、違うの、引っ越してからの学校だもん。じゃあやっぱり中学だね。何を忘れたの？大丈夫？わかんない。もう諦めな。何を忘れたのかも忘れているんじゃ探しようがないよ。くるみ、思い出したもん、学校にあるんだもん。本当かよ。とにかくさ、行ってみようよ、学校に。まあ、これで今のところはいいのかな。うん、まあなんかちょっとあれって感じ。そっか、くるみはこっちは中学生の時にやってきたんだね。で、まあ、なんていうのかな。埋めたのは、引っ越す前の小学校みたいな。もともと、くるみはここの町の一子じゃなくって、別のとこから引っ越してきたからみたいな、そういう系なんだよな。もうなんか頭がごっちゃになってきたな。確かになんかなおくんのお母さんはね、サンゴちゃんとは同じクラスじゃなかったわねみたいな感じで言ってた系な。くるみのことは小学校の頃知らなかったんだろうな、きっと。こうなんかサンゴとなおくんはこう今までね、まあ、幼なじみみたいな感じだったけど、まあ、くるみはそうでもないっていう、そういう感じなんだね。さて、まあ、2回目のお祈りをしておこう。霊障もね、あんまり溜めすぎると、ね、ほんとゲームオーバーになっちゃうから、こまめに、ね、行けれる時は、ちゃんとお参りしておかないと。あれ？まあ今日はちょっとこれで終わろっかな。ただいま。おかえりなさい。傷はちゃんと治ったかしらって。最近長めなのね、メロスの散歩ね。もうワンコはね、お散歩大好きだから、お目に見てやってくれよ。ナオキ、ご飯よ、降りてらっしゃい。はーい、みたいな。どんな会話するんだろう。学校どう？みたいな。お部屋で何してたの？宿題とか。やってたの？あともう少し、結構あるんかな。なんだかすごく頑張っているのね。そんなに勉強しちゃったら一番になっちゃうんじゃないの？ああ、無理だよ絶対。なんだっけ、山崎くんだったっけ。冗談よ。でも絶対無理だなんて、どうして？わからないじゃない。ね、天才少年とかいるんだろうな。こんなに頑張っているんだから。叶わないよ、叶うわけないよ、僕なんか。俺は中学校の頃はめちゃくちゃバカだったけどね。まあ高校は、クラスの中で何番目くらい？十
10番目9番目ぐらいだったかな、いくら成績が良くったって。まあ自慢じゃないけどな、俺の話なんて。シナさんが笑ってくれるわけじゃない。わあ、ナオ君すごいみたいな感じで言ってくれんか。けど、ちょっと今回は長めだね。明日の準備をしていきましょうかね、と。お？誰だ？ピンポン。なあくん、お友達よ。え？こんな時間に？よいしょ。誰だ？瀬川くんかな？西くん？西くん？どうしたの、こんな時間に。パジャマだからな、ちょっと恥ずかしいな。いや、村さんに借りていた漫画返そうと思ってさ。時間悪かった？西方ゆきくんです。まあ、あなたが直樹から聞いているわ。人気者だからね。大したものじゃないけど、少し上がっていったらいいんすかって。あ、いいです、すぐ帰りますから。ねえ、お友達だよって。ナオくん、どんな漫画見てたんやろうな。ヒロアカ見てんのかな。おやすみなさい。でも1999年代の漫画って何かあったっけな。俺5歳ぐらいだからな、ちょっと覚えてないな。ん？でしょ？ああ、またなんか、はあはあ言ってるやつか。待って、でもなんか前回人面ガラスの目が出てったけど、今回どうなるんだ？うひぃ。なんかこのなんかレトロゲーのなんか効果音みたいなのがすげえ流れてんな。まあこれもレトロゲーなんだけどね。はい、というわけで、ね、今回はこの辺にしたいと思います。いやー、なんかあの前回のねストーリーがあって、この進むのかこれって思ってたんですけど、なんとか大丈夫そうだったんで、まあよかったよかった。まあ次回はまあ忘れ物の噂をもう一回やっていきたいと思います。ちゃんとあれかな、27やろ ?28 やろ ?28 でやって終わるよね、多分終わるはずなんだよ。まあまあ終われることを信じてね、行きましょう。というわけで、次回の夕闇通り探検隊、くるみの忘れ物の噂も、見てください。それではバーイニャラー。